おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。最近なんだもう春先とかになってくると、まあ、季節の変わり目って花粉嫌じゃないですか。僕すっげー花粉に悩まされるタイプなんですよ。だから職場でね、もうなんか目痛くなるのはもちろんだけど、鼻がやばい。もうとにかく鼻水がダラダラダラ出てくるから、まあ、ポケットティッシュをね、使ってるんですけど、ほら、100円で4ついいとかあるじゃないですか。あれのうち2つ使うね、1日で。鼻、ブーン、ブーンかねんねん、無駄。あ、ちなみにもう分かってますけど、僕のね、なんかね、しおちゃんとかがね、言うね、あだ名がね、ティッシュ本日はおしゃれ着のまず紹介から始めていきたいと思います。基本的な動画にはおしゃれ着を僕は採用していないんですけど、鬼コンボ最強伝説あるじゃないですか。あの縛りにはですね、一部おしゃれ着を使って挑んでおります。まあ、おしゃれ着のじゃあ簡単な概要をちょっとね、ポンって貼っときますね。ただこのおしゃれ着っていうのは、合体モンスターとかレジェンドヒーローにも影響されないんで、実はあんまりあれ気づかなかったやって人も多いかもしれません。今回は、これを使う上でのちょっと動画になります。はい。おしゃれ着、まず一つ目。不思議なタンバリン。力、賢さが12ずつ上がります。どっち、魔法色どっちでもいけますね。はい。そして打撃耐性が下がります。怒りのタトゥー。眠り耐性が上がり、力が上がる。そして見た目も崩れないっていうね、結構いい装備です。個人的にはお気に入りですね。これのデメリットを忘れました。メタスラウチは獲得経験値が100ずつアップするというね、まあ、簡単に言えば稼ぎ用の装備なのではとなってます。身の守りが50下がります。マシンの防眼回力がね、リーダーモンスターのみ12上がるというね、まあ多分力アクセサリーはこれしかないんじゃないかなという貴重な部類に入ります。ちなみに身の守りが下がります。天使の羽、まあリーダーモンスターに対して、攻撃回避率が 5% 上昇します。ちなみに打撃耐性も 5% 減少します。まあ、簡単に言えば、こちらのパーティーを見ていただくとよくわかるんですけど、鬼コンボ最強伝説ってよく、まあ、縛りプレイの範疇でやってるんですけど、こちらの懸念点としては、身の守りが低い。なんか攻撃面はいいんですよ。守り面がちょっとね、低いなってモンスターが、まあ、アークデーモンとコングヘッドいるじゃないですか。で、何を考えたかというと、このゲームには先ほども言った通り、おしゃれ着っていうのは目に見えないデメリットが存在します。結構大きなものから、まあ別にそんな気にならないかなと。なんだったら、実はとあるおしゃれ着に至っては、メタルキングの盾ってを例にすると、とあるおしゃれ着を使うことにより、メタルキングの盾がガードできなくなるっていう、とんでもねえことが起こる。キャッパーガードとは、痛恨確定ガードじゃねえのみたいなことも起こり得るというね、すげえ細かいところあります。今回はちょっと専門的な動画になるかなと思うんで、ちょっとね、頑張って説明してみますね。まあ、端的にじゃあ今回の企画の趣旨は何かっていうのと、アークデムとコングヘッドは打撃耐性が低いんですけど、それをおしゃれ着を使って、主人公の打撃耐性とか身の守りを下げることにより、主人公が狙われる状態を作る動画となっております。それでは主人公登場です。まあ、装備はね、ちょっとね、まあ、あんま強すぎない程度に組んであります。鎧は忍びの服。こちらにもね、ちょっとしたデメリットがあるんでね、それを活かしていきたいと思います。さあ、待機がね、ボロカサ2体登場です。今日は大きい血出ないんだ。ごめんよ。で、おしゃれ着による強化がこっから入ったりするんですけど、コロナ禍で、一番単純打撃を食らうのは主人公です。主人公が狙われることのデメリット、メリット、デメリットか。メリットでいいよ。主人公をなぜ狙ってほしいんですかっていう疑問にお答えしますと、盾とか回避率とかって、主人公、こういうなんかパーティーを組んだ時に、一番、やっぱ盾持ってる分、やっぱ主人公に行ってほしいじゃないですか。回避率も白身の服とかであるしね。そんな中で、あ、テールタック、はい、主人公ですね、これは。あ、おお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 、主人公に行って企画の趣旨が崩れてまいりました。企画の崩れてまいりましたね。ヨナス、せーの、はーい。攻撃面は本物だから大丈夫だ。せーの、はい、オッケー。
これあまり聞いてないぞって言われてるけどね。十分十分。おーおーおーおお、なんだろうな。神妙な行動をし始めたな、みんな。まあ今回鬼コーポでね、最強熱の外伝として組むんで、ちょっと SP は普通に使うね、今回は。モンスターはね、ちょっと、この2体でいきたいと思います。わーって。行くぜー。どんどん行け。炎の泣く発射。はい。すげー、攻撃名はマジで本物だからね、こいつら。あ、いいね。投げキャノンダメージ見ていただくと分かると思うんですね。はい。そう、コングヘッドとか、あの、アークデーモンって、身の守りの数値そんな高くないんですよ。で、今の投げキャノンダメージ見た後に主人公の方が食らってるわけですね。これどういうことかっていうと、先ほど言った通り、様々なおしゃれ着をつけた時に、身の守りとか、打撃耐性を下げてあるんです。さらに、忍びの服っていうのも打撃耐性が下がるんです。それらを掛け合わせて、主人公を狙わせて、忍びの服の主人公に避けようっていう話ですね。もちろんメリット効果に攻撃回避率とか、忍びの服の回避率ももともと入ってはいますんで、かなりね、避けやすくなってます。少なくとも避けない、コングヘッドやアークデーモンが狙われるよりは、そっちの方が塩梅じゃないかなということですね。これはね、ビクトリーでしかできない要素です。実機時代は絶対できない要素の一つですね。はい、投げらうで。うん、ダメージ見せてくれるのありがたいね。おー、ほら、こんな感じだね。アークデモが124、コングヘッドがね、109の中、主人公は141の打撃大弱点を背負ってるんで、あ、やっぱ狙うね。そう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 。おい、そうそう、そういうことです、そういうこと、そういうこと。それをやってほしかったんだよ。あ、リーサル。そう、それをやってほしかったの。この縛りをやっていく上で、やっぱ重要になってくるのは主人公なんですよね。え？その言葉聞くとなんか、この動画の趣旨崩れてない？つーかウルトラスタンプ、ほら、あれ主役は遅れて出てくるモンスター今日お前影薄いよ。まあこのおしゃれ着のシステムに関してはやっぱ細かくって、そもそもゲーム内で表記もされてねえし、デメリットってか絶対書いてないじゃないですか。だから気づくはずがないんですよ。で、まず根本の話になって、判断力ってものこのゲームあるんですね。まあ行動力だったかな、うん、正確には行動力って言うんですけど、行動力が高い。まあ、基本的にはこうやって主人公、やっぱね、こう狙われるわけですよ。めっちゃ食らってんだけどね。まあこうやって狙われる状態下を作ることによってね、まあ、ガンガン避けたりとか、ガードしたりとかができるわけですよ。これ大事なんだよね。ビクトリーだからこそ、実機時代で絶対できなかったんですよね。おしゃれ着なんてなかったから。ビクトリーになって、おしゃれ着になって、どんどん、まあ、チームの構成幅がさらに広がったと。まあ、強化がもっと強くなったとも言えますけど。それはもう言わないであげてって話になりそうだな。オッケーいいよ、オッケーいいよーやるー、これもうリーサーでいけんじゃねえか、折り込んで。ちょっとこのチーム張り切ってんね。オフェンス面は完璧なんだよ。で、やってるうちに大魔王の攻撃とか単体攻撃とかがあった時に、まあ、避けるはずもないアークデーモンやね、コングヘッドが狙われるよりは、勇者でさ、まあ、一番打撃耐性がない勇者を狙ってほしいわけですよ。その勇者が狙われることで回避するっていうワンチャンを作り出すこともできる。まあそれが今んとこ考えたね、この縛りの最快適最適解なんて言った、今最快適って言わなかった、誰と再会するんだ、ん、これ嫌な予感がしますね。すげえ嫌な予感がします。あーね、なんだ、いろいろと処刑が確定してるんだが、んー、何しに来たんだスーパーキラーマシーン。でもなんかさ、あれなんかちょ、待って、企画の趣旨また逆転させていい、鬼コンボよりスーパーキラーマシーンの方がなんか強そうなんだよな。一緒に組む、ちょっとお前私と共に来るかい。そして突如やってきた、お前は誰だ、あれ、この、あれ、俺のこのチームってあれ、スーパーキラーマシーン最強伝説だっけ。スーパーキラーマシーン、お前が俺たちと共に組める存在かどうかをね、確かめてやろう。さあ、突如出てきました、1の合体モンスタースーパーキラーマシーン。いつもはね、2のね、まあ、中盤ぐらいでいたね、鬼コンボが戦ってるわけですけど、なぜか突然ね、面接しに来ましたね、うちの会社に。オリコンボ会社に面接しに来たんで、ちょっとね、受け入れようと思います。じゃあ、
君の戦闘力を教えてもらおうかな。行くぜー、剣を合体、体を一刀両断、セロ、うん鬼コンと変わらんぞお前、これじゃ巨大な刃が頭を狙う。オッケー、まあまあでもね、鬼コンも実際問題ウルトラサムそんな強くないしな、うん、あんまりもしかしたらスーパーキラーの方が強い説まであるよ。鬼コンボって属性弱点多かったから、うわやるじゃん。あれ、レコンって爆発弱かったのあんまり知らん。あ、やばいね、それスーパーキラーシーンやばいね。稲妻ライコー好き、ちょっと待って、それやばい。うわ結構食らうな。さあコングヘッドの代わりにやってきました、一撃必殺運転オーバークチー。あれお、え、あ、でお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 、さあ稲妻雷光月をこすってきますが、さ、まあ、ダメージ見た通りやっぱ主人公食らうね。まあ属性入ってくるともちろん違ってくるんだけどね。よしナイスガード、オッケーよ。まあ属性さっきねちょっとね説明不足だったんですけど、単純打撃は確かに主人公は吸ってくれます。さっきみたいにね、一番打撃耐性が低い主人公は狙われる状況下をおしゃれ着とかね装備で作り出したんで、そこはいいんですけど、例えば属性攻撃、アイスクラッシュとかの場合ですね。アイスクラッシュとか属性が入った場合はまた変わってくるから、単純打撃に弱くしただけなんですよね。まあ、多分ね、そんなことしなくても、大魔王戦をこれからやっていくに値して、勇者そのものが暗黒に弱いんですよ。なんでそこまでしなくてもいいかなと思ってますよ。おー、大爆打ち!よいしょよいしょ!そこまでしなくていいかなとは思うよ。うん。雷鳴子武士、これ主人公狙われるとは思うよ、これ。あれ、悪伝だ。アークデーモンもなんかちょこちょこ狙われるよね、君。あ、雷鳴子武士来たね。雷鳴子武士主人公かな基本的には。ああ、そうだね。そのパターンがあるね。ああ、まあ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 。敵の時の雷鳴子武士はね、なぜか打撃なんで大丈夫です。そんなに気にしなくていいです。行くぜ、セイオン!はい!やるやん。まあ、スーパーキラー星もね、頑張ってるところは見せてもらってますね。星野であればいいでしょう。星振って。今日はね、ちょっと鬼コンボの、まあ、面接がてらね。まあ、鬼コンリーザーはさすがに無理があるかな。うん。さ、頼むぜ、新入り。もしかしたらお前の方がやってくれる。うん、やってくれそうな気がする。おっとさ、いや、ゴーとことに平気。三百ミリでも、発射ヘッド、いいとこ行ったねー、倒してくれたら完璧だ。とどめいきます、行くぜー、オーライクぜーもうめちゃくちゃうんか。でもスーパーキラマシンなかなか、お前骨があるじゃねえか。霊光を倒せるのは素直にね、賞賛に値しますね。うん、鬼コンボ行ってもしかして本当にいらなくなってきたのか。備え試練の9番勝負で自分がハブられたからって確かに唯一おめえ試練の9番勝負出てこないけどね。唯一試練部の9番勝負からハブられてしまったジェスピザロとの対決になりました。まあ多分負けないと、まあ多分負けないと思う。今回の動画の概要はね、おしゃれ着の話をしたかっただけでもありますんでね。まあこれから鬼コンボ最強伝説でね、主人公、まあおしゃれ着は自由なんであれって、だからどういう感じにね組み立てていくかを話す動画だったんで、まあ多分このスパッと買っちゃって終わろうぜ。スーパーキャプテン一緒に来い。はい、うん、爆発テーマだって。さあ、貯めてから、なるほどね。勇気ね、うまいこと調整していきたいけどね。まあ、スーパーキラー別に弱くはねえからな、スーパーキラーマシン。なんだったら、スーパーキラーマシンの方がまだ耐久あるからな。鬼コンボって HP 高いだけだけどさ、全身じゃ、わーって、なんつーダメージ出したん。なんかこの、あ、これやばいね。ちょっと暗黒にも、お、いい。あ、そうか、そう、てか、そうか。ごめんごめん。あ、そうだ。風間してるわ。普通に俺無言で風間選んでたわ。いつもの感覚で選んでないと思ってたでしょ。今のいつもの感覚で選んでねえと思ったら、これも得意ですね。うん。いつもの感覚、ガードしなくていいんだわ。ね。まあ、今回はね、大魔王なんで、大魔王はちょっと変わってくるかな。実際問題打撃耐性避けなくてもいい気はする。だって全体攻撃多いしね。まあ、その中でも恐怖の爪とかね、指導でいう邪神の攻撃で1200飛んでたこととかね、まあ、ちょっと根に持ってるんで僕。あれは多分打撃耐性下げすぎたかなってちょっと反省点あります。はい。はい、ここはい、ここでここでここうわーって今、久しぶりにね、なんかね、赤最低値出した。
いや、これがね、赤最低値久しぶりでした。マジで。マッチンって久しぶりでしたな。さあ、ここからいけるのか？ここからいけるのか？あれなんか、さっきなんか素直に、多分もうね、ほとんどの方がもうブラウザバックですよ。だって勝てると思ってますもん、この戦い。その中で分からない戦いになってまいりました。さあ、削り切るでしょうか？削り切りを狙います。じゃあ、そうだね。削り切り狙おうか、じゃあ。一刀両乱！さあ、スパケージャンがね、ちゃんといいダメージ出してんな。うん、いや、まさか、ちょっと待って、マジで久しぶりに出したね、おマジで久しぶりに出したレベルだな。割と久しぶりですよ、最初出したの。動画とか生放送でも最近出してなかったんじゃないかな。まあ、レアなね、一面が見れましたよ。C に、すまん。C にすまん。先輩情けねえだろ。割と先輩情けないよ。さあ、削り切れるか。ファイヤー！オッケー！いや、大丈夫、大丈夫。削り切るラインかもしれない。ちゃんと。いやー、ちょっと厳しいね。さあ、主人公が吹っ飛んでいくぞ。なー、うわー、スーパーキラーマシン。まあ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 。まあ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 。頑張ってお前なんか、なんだ急になんか、お前なんか鬼コンボみたいになってきたぞ。なんかお前も鬼コンボと同類か外れたは擁護できねえからな。行くぜ一撃必殺大爆打ちせーのはいよいしょやるやん。どうしようかな次のターン。安全に行くんだったら、次のターンに、波動かな波動行くか。波動しますね。これで多分ギリたまんねえかな。うん。さあ、つばぜりに負けてからゴリ押せるか。よし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 。このターンにたまるはないな。だからあと2ターンで2300削るんだったら、さすがにいけると思うんだけどな。待てよ。ああちょっと待て。嫌な予感がするんだけど。待って、すげえ嫌な予感してきたぞ。いよいよ。怪しくなってきた。すっごい怪しい、今。なんだったら、削り切ら、え？お前ら？え、君たち？え？おーお前たちもしかして、勝つ気ない？何？先輩情けないし、入社やめるか、みたいな。入社式やめてる？もしかして。入社式からお前らやめようとしてないか？やばいぞ。さあ、大事、大事、マジで大事になってきた！さっさかー！もう、どうすすお前それさー！このターン、全くダメージ与えてない。1ターンで、1500。このターンに削り切れなければ敗北が決定します。なんだ？なんだこの緊張感？頼むよ！待って、でもさ、これ大きいし。さっさかちゃんに全てかかってないかい？一刀両断でトントン当てて、うん、そうだね。割と本当にお前に全てかかったんじゃねえかな。ナイスオーデス！キラーマシンがお前一刀両断！いける、いける、いける、走れ、走れ、走れ、早く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 走って、早く走って、早く、早く走って、やばい。今日ね、これ主人公でしょ。あ、スーパーキラーマシンいた？まあ、行動済みだからいいや。まあ、硬いからね、そこそこ。折り込みより硬い。おーおーおー、いい、いい耐久力。さっさか、さっさか、いけ、いつか、ウルトラスターもう、ちょ、そこ決めて。さあ、悪伝残りました。いけ、うん、だと、まくれ、うー、いくぜやった。これ、あれか。スーパーキラーマシン。お前の最強伝説にした方がいいかもしれんな。